皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。すみません、前回前々回とリモートで、はい、すみません、私仕事で大変失礼いたしました。野村君は仕事の何たるかを理解しているので大丈夫です。これはリーメンスへの皮肉です。やっぱりその話題ちょっと触れましょうか。ちょっとだけ触れる。でも長くなるよ。長くなりますね。私言うのはプレミアリーグのレフェリー批判というのはもう30年以上も繰り返してますから、はい、長くなりますよ、はいはい、うん、ちょっとね、まあ、今日特集するクラブ、うん、そして来週特集するクラブがその影響を、はい、受けてしまいまして、ねはい、うん、ちょっと VAR の、まあ、採用の中で、うん、ちょっとミスがオフサイドライン設定であったというところもあったの で、ね、まあ、ただこのちょっと変わった後のハードウェブが審判協会のトップになって、うん、はいはい、これをちゃんと公表してしっかりと両クラブに謝罪もしたっていう、これは今までからすると進化ですかね。ですね。だからもう少しハードウェブが早めにもう何回か来てもらってて、うん、はい、まあ、リー・メイソンっていうのは要するに主審がダメで VAR やってるようなもんなので、うん、まあ、それでもダメなわけ、ね、それでもダメなわけですから、はいはい、もういいじゃんっていうことですよ、はい、せっかくのプレミアリーグがああいうレフェリーのおかげでね、はい、つまらなくなるんで、はい、ですね、まあ、今週末は担当してないですけど今週末だけなのかっていう気もしますもん ね、まあ、そうですね、ね、もうちょっと大きなペナルティを与えていいんじゃないですか、はい、監督や選手ああいうことやったらそ、ね、ああいう、まあ、ボンミスっていうかね、ああいうことやったら相当なペナルティ食らいますよ、はい、はい、うん、あのアーセナルのブレントフォード戦で、うん、あの本来、まあ、ちゃんと VR で、オフサイドのチェックをしなければいけないところ、はい、うん、そのファールがあったかどうかに気を取られて、うん、はいはい、オフサイドのラインをチェックするの忘れちゃったっていう、ね、信じられないでしょ。なかなかな、ね、あまりない話かもしれないですけど、でいろいろミスあるかもしれないですけど、これをどんどんその何ですか、協会として、うん、少なくしていって、はい、いい方向に行ってくれるといいですけどね。そうですね、まあ、本当にこういうミスを、まあ、プラスに転換してというか、うん、はい、思いっきり反省して、やっていってもらって、うん、あと、ね、大きな試合だけお金払って、うん、はい、ヨーロッパのトップランク呼べば、あ、うん、そうすると意外と刺激になるかもしれないでしょ、うん、そうですね、うん、自分たち、うん、あんまり上手くなくても大きな試合さばけるって思ってるレフェリー絶対いるから、はいはい、そういうのはやっぱりお尻に火つけてあげた方がいいんですよ、うんうん、それで火つけて分かんなかったらやめていただければいいだけなんですよ、はい、うん、でもその VR と主審とのいろいろ会話があって、うん、それもあのリアルタイムではないけれども公開をしていくと、はいはい、 そうですね、そうなると言葉遣いも良くなっていくだろうし、うん、みんなしっかりと説明もするだろうしと、うん、いうことで、これ不思議いつも思うんですけど、うん、例えばラグビーとか、うん、アメリカンフットボールとか、まあ、リアルタイムでその審判の方の音声流すじゃないですか、なんでサッカーできないんですかねっていう。やっぱサッカーよりあの土臭いフットボールスポーツだからじゃないですか、はい、あと止まることを嫌がるでしょ。あ、はい、うん、そうですね、アメリカンフットボールとかは別にあの間が面白いんでしょ、まあ、面白いです ね、だからね、うん、まあ、日本人からしたらね、うん、ああいう間がいいんじゃないかとかって言いますけど、確かにそうですよね、ちゃんとその間があってあの話してっていうのがあるから、うん、そういう、うん、言葉会話っていうのが成り立つのかもしれないですね。そうね、でもフットボールにアメリカンフットボールの間が入ってきたらつまんないよね多分ね、うん、だから違うスポーツなので、はい、難しいですよね。あのね、そのゲームが止まらないっていうところで関して言うと、うん、どうしても今あの VAR もそのオフサイドのチェックですけど、はい、ね、3D なんですけど、はいはい、あのワールドカップのセミオートマティックではないので、はい、実はあの VAR が点は打つんですよ彼が、はいはい、だこれは人が打つんです、はいはい、でこれが自動になれば、うん、そういうミスはなくなるじゃないですか。そういうふうに早くなった方が、うん、もう時間もすぐに、ね、うん、わざわざこうやってここが陰点ここ陰点ここって、そう、ね、ね、それブライトンはその間違いで、うん、陰点打つ人を間違っちゃったっていうのがあったりとかしますから、うん、まあね、早く改善するしかないですよ、うんうん、あのちなみに今収録がですね、2月16日木曜日の午後4時ということで、はい、今回早朝にプレミアリーグのビッグマッチがありましたし、うん、また並行してチャンピオンズリーグもあって、はいはい、チャンピオンズリーグはあのいよいよ再開をして決勝ラウンドスタートしましたけど、はい、イングランド勢は 0-1-0-1 でトッテナムとチェルシーは黒星スタートになりましたね。まあでもトッテナム中盤の主力いなかったからね、うん、それでアウェーでしたよね。アウェーです、両方ともチェルシーもあの、うん、トッテナムもアウェーです。問題ないと思うし、うん、問題ないというかあのアウェーであのメンバーでよくやったなと思うし、うん、はい、チェルシーはねいつも言ってますけどね、今作り直しなので、うん、なかなか答えは出ないですけど、はい、ただ徐々に良くなってきてるので、うん、はい、まあ、あとはあれですよね、うん、あのムドリクとクレジャの相性悪いのか問題とか、うん、それから、マウントはちょっと降りてきすぎやしないかっていうところとか、はい、その辺をいくつかクリアして、うん、ただやっぱりバディアシルとか、はい、うん、エンソとか、うん、すごいの取ってるし、うん、彼らはいきなりもうフィットできそうなので、うん、はい、
もう徐々にあの右肩上がりとは言わないですけど、うんうん、あの緩やかな上昇曲線は描いていると思います、はいはい。そして今日の特集なんですけども、はい、今朝アーセナルとマンチェスターシティが対戦をしましたので、はい、まあ、それも受けまして、まあまあ、実はですねアーセナルの特集は開幕前やったんですけど、うんうん、まあ、毎週ね喋ってはいるんですが、はい、しっかり特集してこなかったということで、そうですね、はい、で今更やるのかっていう、ね、お叱りを受けるでしょうね。ちょっと調子が落ちてきた時にね、うん、もう少し早かったな、もし早かったですけどね、まあ、でもいろいろ逆に話すことも出てくると思いますので、はい、うん、まあ、今日このタイミングでやりたいと思います。そしてですね、まあ、あの今のアーセナルはまあいろんなところで皆さんお話もしていると思いますので、はい、まあ、それももちろん話すんですが、あのアーセナルといえば03-04シーズンの無敗優勝、あのインビンシブルズというふうに言われたアンリラがいた、うん、はい、ベンゲさんが指揮を取っていた、はい、あのシーズンとやっぱりどうしてもあどっちが強いのかとかっていうふうにもいろいろ言われるじゃないですか、うん、はいはいはい、なのでちょっと今若い方はその頃リアルタイムでご覧になってない方も多いかと、うん、あそうか、もうそういう世代多いのか、そうです、だって20年前ですよ、そうか、はい、俺もう解説してたでまだもまだも負けねえなこいつらと思いながらやってたもんな。ですね、なのでちょっとその選手の比較などもしながら今日はお届けをしていきたいと思います、はい、うん、なので題してアーセナルバーサスインビンシビルズというテーマでお届けをしていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて笠谷さん、はい、まずアーセナルと言いますと首位決戦、はい、そうですね、アーセナル対マンチェスターシティ、うん、のエリザベス女王崩御の、はい、ため、うん、それで、まあ、ヨーロッパリーグがちょっと移動して、でこのゲームがその影響でちょっと玉突きでここまでずれ込んだので、うん、プレミアリーグでは今季この2クラブは初めての対戦でしたが、うん、マンチェスターシティが勝ったので今順位表ご覧いただいていますけれども、勝ち点で並んで得失点差でシティの方が上回る、まあ、1試合シティの方が消化数は多いんですけれども、まあ、暫定の順位でいくとマンチェスターシティが首位に立った、つまり首位入れ替わったというです、ね、はいはい、そうですね、まあ、いつかはこういうことは起こりうるだろうなと思いましたけど、うん、はいはい、予想よりちょっと早かったかな。今朝行ああの我々の収録では今朝行われたばっかりなんですけれども、はい、どうでしょうか、まあ、3対1、はい、マンチェスター、まあ、1対3というと、はい、アーセナルのホームなので、このゲームですけど今ちょうどこの、ね、ボードでスタメン出していますが、トーマスが、はい、実はアーセナルはここまで6試合、はい、プレミアリーグ同じスタメンだったんですよ、はい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 、ただトーマスが怪我で出られなくて、はい、新加入ジョルジーニョが、はい、加入後初スタメン、はいはいはい、そして右ずっとベン・ホワイトがやってましたけれども、ちょっと疲れもみたいなことは結構言われていたんですが、冨安選手が久しぶりプレミアリーグのスタメンということで、はいはいはい、この2枚が、はい、このゲームはちょっとスタメンは変わりましたね。そうですね、このゲームだけで言いますと、はい、やっぱりここがちょっと僕はまず気になりました。やっぱりトーマスとジョルジーニョタイプ違うじゃないですか、うん、違いますね、はい、あのトーマスだったらある程度の圧を受けても個人的に、うん、あのまあ、個々選手トーマス一人の力でなんとかなるんですけど、うん、ジョルジーニョはそういうタイプじゃないので、うん、ボールを持ってさばく方のタイプですから、うん、特にシティ戦後半シティちょっと圧を強めましたけど、はい、圧が強くなった時にはちょっと彼のサイズだときついのかなっていうのが一つあって、うん、でこの辺でボールが通らないことによって、うん、トミヤスも、まあ、いろんな圧があって、トミヤスも要するに、はい、先制点献上しちゃいましたし、はい、ガブレイもらしくないミスありましたし、ジンチェンコほぼほぼ後手に回ってましたからね、やっぱりちょっと中盤ジョルニア一人の責任じゃないけれども、はい、ちょっと圧をかけられた時にこの人だときついのかなっていうのは、シティ戦だけを見るとね、言えますけどね、特に後半 ね、まあ、序盤は入りが良かったじゃないですか、ですね、まあ、ただその中で、やっぱりものにすると言いましょうか、うん、かなり冨安選手のところの、まあ、ボールの処理というところもグリーリッシュが来ていて、はいはいはい、で私はアベマの方で、はいはい、実況してたんですが、はい、解説が牧野さんで、はい、やっぱりまあ、ディフェンダー目線で見えるじゃないですか、はいはい、やっぱりこうやっぱりちょっとこうバックパスしようとしたところで、はい、手を出してるんですよね、はいはい、グリーリッシュが、はいはい、あれやっぱバランス崩れるらしいで、うん、あれしょ、まあ、正直うまいなっていうのはあったようで、はいはいはい、そこもあって、あ、ただそこでデブライネがまあちゃんと決めますね、あれうまく決めちゃうし、うん、あと試合感がもっと養われていれば、うん、まあ、決してスタメンじゃないし、出場プレイタイムそんな長くないので、はい、もう少し長ければもう一つボール持てたかもね、うん、割と早めにさばいちゃったから、はい、それでバックパスにはちょっと中途半端な高さのボールを、うん、はい、インサイドのボレーで叩くような形になったので、うん、はい、ちょっとね、強いボールを受けられませんでしたもん ね、うん、はい、それでいうとアーセナルはもうずっと、まあ、6試合同じスタメンだったわけですから、鉄板でもほぼ固定じゃないですか、そうですね、でそこ の、 その例えばゲームの中で流れを変えるとかっていうことも含めて、うん、
あのやっぱりこのメンバー、まあはい、ここにトーマスで、はい、ベン・ホワイト、はいはい、ここから変わった時とか、じゃあ途中リードされている時にメンバーを変えてっていう、まあ、このゲームだと、まあ、トロサール新加入が入ってきましたけども、ファビオ・ビエラとか、うん、そういった選手が入ってきた中でどういうふうにまたゲームを好転させていくかみたいなところは、まあ、それはそうですね、うん、あのここまでそう今野村が言ったようにほぼほぼ固定したメンバーでやってきて、うん、もう終盤になっているので、おそらく一人一人のコンディションは決して良くないですよ、はい、これからコンディションは上がらないので、うんうん、あの下がるにしてもその下がり幅をこう狭くしたり、はい、あるいは維持するっていうのが要するにもうそのコンディショニングの、うん、あの理想になってくるので、ですからそのためにやっぱローテーションしなきゃいけない、はい、あと最近見てると、まあ、坂はそんなにまだ落ちてないですが、うん、マルチネンリとかウデゴーとか、うん、ちょっとファーストタッチが若干流れるかな、いい時に比べるとと思うので、はい、あのベンゲルさんもサーレックスも、うん、それからミステル、アンチェロッティも、はい、もう一人誰だっけ、直接聞いたのはモリニョ、モリじゃないや、ミラルドか昔の、 あ、はい、あのコンディションの見極めってファーストタッチも、はい、うん、試合の中のファーストタッチも十分必要なんで、はい、それでファーストタッチが流れたりしてると、うん、はい、まあ、これはちょっと疲れたかなって、うん、考えるで彼ら4人はおっしゃってましたね、はいはい、うん、ちょっとやはりずっと固定できたというところ、うん、はい、ちょっと疲れもこの時期、まあね、一番また、うん、このヨーロッパの、決勝ラウンドが始まるこの頃から、はい、まあ、2月3月4月、うん、ここはかなり疲労がっていうのは言われるところでありますけども、そうですね、だから、まあ、ヨーロッパリーグにしろプレミアリーグにしろやっぱりアーセナルも最近タイトルには恵まれていないわけなので、うん、まあ、できれば2冠っていうのは、うんうん、ダブルっていうのは考えると思いますけども、だからさっき今あの先ほど順位表出て、はい、今2位に落ちて、はい、ここでちょっとマンチェスターシティとの差が今はまあ実質並んでるか、まあ、アーセナルがちょっとリードって考えてもいいと思うんですけど、うん、シティとの差が広がった時に、はい、アルテタがどう判断するかですよね、うんうん、2と追うのか、はい、うん、あるいはどっちかにあの集中するのか、あの、うん、ベストップ4から落ちるという確率はほぼほぼないと思いますので、うんうん、であるならばチャンピオンズリーグの出場権で、うん、それがまあ復活ののろしの一発目だとしたら、うんうん、チャンピオンズリーグじゃないやプレミアリーグに専念するのもありかなとは思います。今、まあ、なんていうんですかね、こう今シーズンはアーセナルも千載一遇のチャンスじゃないですか、はい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 、でここね本当に大一番でシティとの、はい、そのまあホーム、そして上も1試合残ってるわけですけど、はい、うん、ここでの成績っていうのも大きく、影響してくると思うんですが、うん、はいはいはい、空気感もものすごい良かったんですよ ね、 そうですね、ミレーズスタジアム、はい、でもう本当序盤もいい入り方して、うん、で同点にも追いついたじゃないですか、うん、はいはい、でただやっぱりシティのすごいところはもう本当にこうトランジションをしっかりとやってボール奪って、うんうんうん、結局少ないチャンスもものにしていくんですよね、はい、うん、だからなんて言うんだろうね、こうちょいと本気になったのかなっていうぐらいのその集中力の高まり方っていうのがあって、うーん、やっぱりこうね悔しい話になりますが他19チームにとってはちょっとレベル違うのよねっていう感じはしましたね、はい、でもいい時の人に比べたらまだまだだけどもっとすごいことやるけどね、これね、まあ、1試合消化数は違うとはいえ、この状況になった時に、まあ、アーセナルが、ね、先ほど加瀬さんおっしゃってましたけども追う立場の時どうなるか、はい、まあ、追われる立場の難しさというのもあると思うんですけど、うん、あのそうなった時に今ウデゴはキャプテンじゃないですか、はい、よくやってるじゃないですか、うん、ね、でもそういう厳しい状況まだ経験してないですよね、うん、あと みんなそうですよね、うん、やっぱロッカールーム意外とこの人が鍵を握るか、チェルシーでいろんなことを、ね、はい、うん、あれ経験してきているので、はいはい、あのチェルシーに行った時もロッカールームは相当、うん、あの存在感あったみたいですし、はい、ですね、あとは試合の状況に応じて、まあ、選手 の、 あ の、うん、あのタスク変わるじゃないですか、うん、ベンチから指示されなくてもすぐ一発で分かったって、うん、歴代の監督ジョルニーもみんな言ってますから、うん、そういう意味ではね、まあ、トーマスに戻ってくれば、うんうん、なかなか出場機会はないかもしれませんけど、はい、ロッカールーム例えばミーティングとか、うん、でね、貴重な発言が出てくるかもしれないし、はいはい、あともうすぐあれが戻ってくるでしょ、ジェズスが、あ、ジェズ、そうですね、はいはい、もうあの練習には復帰しているの で、はいですね、はいはい、あとはどう試合にどう絡んでくるかって、はいはい、まだちょっとねすぐではないようですけど、まあ、これが疲れが出てきたらこうなる、はい、それでマルティネッリも若干疲れていそうなので、はい、ここトロサール、ね、ね、はい、はい、即戦力 で、 です、ね、はい、ブライトンから来ました、はい、ジンチェンコももしも疲れているようだったら
ティアにやった、ティアにやった、ティアにやるとかね、はい、まあ、ここはさっきみたいにジョルジン、本当は本来トーマスですね、やっぱね、うん、そうですね、トーマスにすると、はいはい、ですからそうなった時にここどうするかだよね、うん、なかなか海外にスミスローって、ね、まあ、スミスローがまた、ね、戻ってきたけど、ね、まだコンディションがっていうことで、ね、また今回もこの試合を欠場してましたけれども、うん、ここをうまく回していけば、ね、いいのでね、はい、ちょっといきなりっていうのは厳しいところで、はい、あとはちょっとひょっとすると異次元にいきそうですな、この人は、はい、うん、もう前向かせたらちょっと止める手段がない、はい、あれですよ、サラの領域にいきそうですよ、この人、うん、はい、あれですよ、サカ、ケイン、ラッシュフォードですよ、イングランド、はい、強い強い強いです ね問題は中盤だね、ライス以外のね、うんうん、まあ、その話いずれしましょう、はい、ですからここね2人が素晴らしかっただけに、はい、富安君とか富ベンホワイトが中入るかもしれませんけど、はい、ね、2人との、うん、比較対象になるとまたちょっと今シーズンのパフォーを踏まえるとちょっと厳しくなっちゃうもんね、鉄板ですもんね、サリブは悪いけど、うん、でもサリブはこの試合、このマンチェスターシティ戦も、うん、ハーランド完璧に抑えてましたもんね、ちょっと多分ですけど、うん、嫌がって、うん、途中からこっち側にガブリエフの方に行って、はいはいはい、一回PK ってなったシーンがあったじゃないですか、結局オフサイドだったんで、はいはい、まあ、ノーカウントになりましたけれども、あれ PK になるまでちょっとガブリエフ危なかった、ね、危なかったです、あの前後の、ね、はい、時間ってすごい危なかったし、うん、その後それまでずっとサリブでやってたんですよ、はいはい、こっち移動したらこのガブリエフとのところでっていう、はいはい、セットプレーの時止めやすいですもんね、途中で、うん、そういう任務なんだと思って、はい、やっぱり信用されてるんだなと思って見せた、うんうん、富安選手が言ってましたけれども、うん、そのプレミアリーグのやっぱレベルが高くてそこにいるっていうのはよく言われ、うん、はいはい、素晴らしいと言われて、はい、まあ、確かにそうなんだけども、はい、そのプレミアリーグということにアーセナルにいるということが自分にとって意義があるっていう話をしていて、はいはいはい、まあ、本当に練習 そのレベルの高さであったり競争のレベルの高さ、そしてアルテタ監督がなるよりすごいっていうのはいろいろ考えていて、なんかそれを学ぶことができているのは大きいって話をしてたんですよ ね、はいはい、ですね、だからそれこそペップのもといろいろ学んで、うんうん、アルテタにと今回ペップっていうその指定対決みたいなことを言われたじゃないですか、うん、はい、うん、でペップが言っていたのはなんかその自分から何か影響をアルテタ受けたと思いますかみたいな質問した時に、いやそれは分からないけど僕は影響を受けたって言ったんです、うん、アルテタが、うん、と一緒にやっていてアルテタからの質問とか2人で話し合った、うん、ああそういうこともあるのかって言って僕が学んだみたいなことを言っていて、うん、だってシティにいた時セットプレー大体アルテタのアイデアだって言ったでしょ、はい、うん、ね、アルテタはまあ、優れた監督だっていうのを十分証明しましたから、うん、このままねアーセナルでベンゲルさんみたいに二十何年四半世紀やるのか、うん、あるいはねシティに戻るのかとかいろんな選択肢あると思いますけど、うん、はい、ちょっとこの先ね楽しみな監督さんの一人だしまだまだ監督さんとしては若いし、うん、スペインの方なんでね、ああ、うん、ひょっとするとね、そうですね、スペインでっていうのもあるかもしれないですね、うん、なんていうんですかね、このゲームも、まあ、カビ一重だったじゃないですか、はいはい、まあね、もちろんまあ、プレスと、うん、まあ、バックパスみたいなところもありましたし、うんうん、まあ、そのおそらくアルテタ監督の頭の中では、うん、まあ、ああいう、まあ、ハプニングが起きるということはもちろん想定は、ね、起きないというところが前提、うん、はいはいはい、なんか彼はなんか7年間やであんま見たことがないというような話してましたけれども、まあ、ね、うんうん、おそらくそのやり方としては監督的にはうまくはまったんじゃないかなはい、はい、と思うんですよね。まあ、そこをまた勝つか勝たないかっていうこの紙一重のところがまた優勝争い勝負を分けたりとか運みたいなものがあってでそれこそ前節の本来ならプラス2入っている予定だったのがマイナス2になってしまったわけですしこの後で巡り合わせっていうのもね難しいですね。まああと7年って聞いた時にちょっとびっくりしてえアルテタは7年も冨安をモニタリングしてたのって思ったから、うん、はあ、やっぱり、ね、改めてすげえ選手なんだな、はい、もう冨安って思いましたけど、うん、あとさっきもローテーションしなきゃいけないって言いましたが、はい、ここちょっと空中戦でやられる時が、ね、ちょっとセットプレーでの視点ありますね、うん、はいはい、ですからその辺もやっぱりちょっとコンディション的な問題が出てきてるのかなっていうことですよね。だから単純にちょっと飛べなくなってるとか、はい、判断が遅れてるか、まあ、そういうところだと思うんですけども、まあ、それって絶好調だったり体が動けてればそういうようなミスが起きる確率は低いんですけど、はい、疲れてくるとどうしてもね体力が落ちるしで思考力も落ちてしまうからその辺でね俊敏性っていうものを欠けてくるんですけど、はい、だからそこはね、うまいことやってエバートン戦みたいにセットプレーからファーポストを徹底的に狙われる失点っていうのは
は避けたいですよね。アーセナルこれ対マンチェスターシティは、これで、プレミアリーグ、11連敗です、ね、本当、はい、あれそうだっけ。そうなんです、全然勝ててないんですよ。全然その辺は最近はそうなんですね。もう1つ2つやめ使ってると思ってた。いやこれがそうなんですよ。で公式戦のホームでのマンチェスターシティ戦ホームでですよ、うん、でも7連敗です。エミレーズで、はい、やっぱこう苦手意識というかそういうのも、まあ苦、まあ、ちょっとこのここ近年のやっぱマンチェスターシティが強すぎるっていうところはあってという数字なんでしょうけれども、まあねうんうん、ここを覆さないと次のゲームはもう勝たないと優勝きついかもしれないですよね。この、まあ、そうですね、シティがじゃあどれだけ勝ち点を落とすかっていうことを考えた時、うん、自分たちがやっぱり落とさせないといけないですよね、うんうん、ね、どんなチームにもそのシーズンの中には浮き沈みがあって、うん、それで今アスタル若干沈み気味ではあるんですけど、うん、そのここに至るまでのパフォーマンスを見れば、うん、もう力があることは十分に証明できているので、はい、また上がってはくるんですよ、うん、きっとね、だからその落ちている時にどう裁くかがあれですよ、はい、アテタの見せ場であって、うん、でここまであんまり出場機会ないトミアスとか、はい、ティアニーとか、でまあトーマスに何かあったらもちろんジョルジーニョだし、はい、ジンチェンコの使いようというのもありますよ ね。もう完全にこ あのマンチェスターシティ戦も、まあ、基本守備の時は、はいはい、まあ、フォーバック左ですけども、はい、うん、攻撃の時はもう一番中だったんですよね、はいはい、これもシティでやってたことですけど、はい、だからシティと対戦相手がシティとユナイテッドと違いますけど、はい、ジンチェンコはユナイテッドの時は、ね、左サイドバックにいたかと思えばここに入ったりここにもいましたからね、はい、だからこういう動きが、ね、うん、できるし、それはもうペップとかにはしつけられてるあれですから、うん、はいはい、だから、はい、ジンチェンコも鍵だ、ジンチェンコ、ジョルジーニョが鍵で、うん、それで、ね、やっぱりトーマスの怪我がどのくらいかっていうところでしょうね、はい、ここが気になるところですね。富永さんもここもできますから、はいはい、先制点、相手に先行を許したんで、うん、はい、相当低い評価もありますけど、大きなミスってあれだけだったような気もするんだけど ね、うん、まあ、その後も、うん、まあ、いいシーンだったと思うんですけど、はいはい、そのミスした後に腕ゴールがね、ちゃんと前、うん、なんか上向けみたいな感じで、うん、チェンナップってやつね、あ、ね、あのね、その後、うん、攻撃でもエリアの中入って惜しいシーンがあったじゃないですか。ああいうふうに絡んでいってましたし、うん、気持ち切り替えてっていうところもね、うん、では今シーズンのね、今ちょうど、はい、マンチェスターシティ戦も含めて、はい、アーセナルのお話をいただきましたけれども、はい、うん、ではこの当初の特集の、はい、まあ、題名の通り、うん、アーセナル VS インビンシブルズということで、うん、03-04 シーズンの無敗優勝のシーズンのメンバーと今シーズンのメンバーをちょっと比べていきたいというふうに思っております、はい、 まあ、あの時はベンゲル監督の下ということだったんですけれども、うん、これゴールキーパーから言ったらいいんですかね。はい、まずゴールキーパーですが、まあ、今シーズンはアーセナルはラムズデール鉄板でございます、はい、まあ、当時は、レーマンだったですね、はいはいはい、エンス・レーマンということでドイツ代表のゴールキーパーでしたけれども、はい、まあ、このキーパーの役割みたいなものも加瀬さん、0304と2223だとだいぶ変わってきてないと思うんですけど、まあ、20年違いますからね、はい、だから全然違うんですけど、安定感、まあ、ゴールキーパーに一番求められる安定感で言うんだったらもう比較にならないですね、ラムズデールの上ですね、うん、はい、レーマンは安定感というよりはどちらかというと相手を口で威圧する方にちょっと感情の起伏が激しいタイプの方だったような気がしますかね。これはもうラムズでしょ、文句なしでしょ、うん、はい、で足元の技術もね、はい、そうですね、はい、この頃はだってキーパーはそんなに足元を求められてない、求められてなかったですね、うん、はい、うん、もうその何か存在感で、ね、はい、威圧するみたいな、そうですね、はい、まあ、そのレーマンの前ドイツ代表ゴールキーパー、はい、ずっと長らくオリバー・カーンでしたけど、はいはい、まあ、彼もこの存在感みたいなところでしたし、カーンとノイアーの間なのね、レーマンって要するに。そうですね、うん、まあ、ちょっとね、うん、カーンとレーマンの不仲みたいなのはね、うん、いろいろ言われたりもしましたけれども、ちょうどそうですよね、この前長らくシーマンが、はい、アーセナルのゴールを守っていて、はい、ね、まあ、ちょうどそうなのよ、うん、シーマンはね、またクールでね、うん、声もなんかすごく素敵で、はい、うん、人当たりのいいね、うんうん、人だったんですけどね、うん、ちょっとまあ、正反対に近い人が、うん、キーパーやっちゃったかなっていう感じでね、はい、うん、そうですね、うん、でね、こうね、時代的にも何ていうんですかね、各クラブにその吠える選手みたいなのが多かった時代で、はいはい、うん、まあ、そういったところもまた闘争心の表れとして良きとされていた時代ですし、そうですね、うん、でもゴールキーパーとしてはもっとクールな方が良かったんじゃない、
まあ、そうですね、まあ、世界的なっていう例えば、ノイアーとか、はいはいはい、まあ、そんなそこまで吠える感じ、そうですね、うん、もうしっかりと止めていくっていうね、そういう感じはしますけどね、うんうん、ではディフェンスラインいきましょうか。じゃあセンターバック、ちなみに、まあ、04、04、03、04になるともうフェイマスバック4の時代じゃなくなってるわけですけども、勝田さん、あの昨シーズン、まあ、から、まあ、ニューフェイマスバック4みたいなのも言われて、その、時、まあ、ベンゲルさんが来た時にもう4人、はい、まあ、しっかりといて、はいはいはい、まあ、そこから、まあ、あの、まあ、センターバックはねちょっと世代交代みたいなちょっとありましたけれども、はいはい、うん、まあ、そのフェイマスバック4がやっぱり後ろ強くて、また前はちょっと、フレンチコネクションの選手を変えていってみたいなところになってきましたけれども、はいはいはい、この03、04シーズンになるとちょっとまたメンバーがその時から変わって、はい、まずサリバとの比較はキャンベルということになるかと思いますが、禁断の移籍でトッテナムから、フリートランスファーでやってきたという、ソル・キャンベル、まあ、当時はねイングランド代表のセンターバックでしたけれども、ね、日韓の時とかね、ソル・キャンベルでしたが、止めるっていうんだったら、うん、まあ、サリバもキャンベルも同じレベルだと思う、うん、相手の攻撃をね、はい、うん、ただね、これどうしても、うん、20年前と今とでは、はい、プレーの内容っていうか求められる質が変わっちゃうんですけど、うん、はい、スピードとか足元の技術、うんうん、それからあのフィードの正確性、うん、ってなるとね、やっぱサリバなんですよね。そうです ね、まだね若いということもサリバありますけれども、はい、まあ、当時ね03-04シーズン、アーセナルのライバルはどこかというとマンチェスターユナイテッド、はいはい、うん、まあ、この03-04ぐらいまでも完全にその2つのチームが優勝を争うという時代が長く続いてたわけですけれども、うんうん、まあ、その頃、ちょうど、リーズから移籍をしたリオ・ファーディナンドがマンチェスター・ユナイテッドにいまして、うん、今、まあ、ギャリー・ネビル、まあ、これはマンチェスター・ユナイテッドの、レジェンドですけど、うん、あと、まあ、アーセナルにもちょっといましたがギャラス、うん、彼らが口を揃えて言うにはリオ・ファーディナンドの若い時を見ているようだっていうふうにサリバンについて言うんですよね。まあ、そうでしょうね、はい、それは言えると思いますね、うん、はい、あの時代にあっては、まあ、現代的になってくる今 の、リオは、まあ、一緒でしたよ、という感じですよね、まあ、今の時代だったらまあ分かるけれども、うん、当時からしたら、うん、あ、今でもなんて今のこうフットボール、うん、近代フットボールに通用するようなタイプのセンターバックかなっていう感じ、読みも良かったですし、はい、で送信細身なんですけども当たりも弱いわけではなかった、うん、はい、でスピードは波よりちょっと上なんだけど、うん、はい、だから特にスピードってあった方じゃないんですけど、うん、でもその辺は的確なカバーリングっていうか状況判断が良かったので、はい、その辺も別に苦手意識というかその悪いっていうね、うん、ような評価ではないですもんね、そのスピード対応にしてもね。そうですよね、うん、そうなのよ、リオなのよ、サリバ見てると、うんうん、これだけまたこれからどれだけ伸びていくかっていうのも、ね、うん、今あの、はい、契約の延長の交渉もしているということですから、いいす、ガブリエルはね延長しましたけど、はい、サリバやサカも今、うん、いい方向に向かっているという話ですから。何いいんだよフランス代表のセンターバックってそうですね、バラン引退したけどね、まだサリバはいるわ、はい、バーディアシロは、うん、たくさんいるよ、うん、ね、サリバはねワールドカップ試合にも出ましたしね、うんうん、これから非常に楽しみですね、うん、さあではもう一人その相棒ですけれども、今はガブリエウ、ブラジル代表、はい、今回ワールドカップには招集はされなかったですけども、ブラジル代表デビューをしているということになりますが、当時はコロトレ、コロトレでしたけれども、あの元々ミッドフィルダーだったところ、ベンゲルさんが、うん、コンバーとしてセンターバックになって無敗優勝はソル・キャンベルとコンビを組んでいたということになりますね、はい、ね、コロトレはね、あのまず非常にいいやつです、うんうんうん、ナイスガイとして、はいはい、有名でしたね、はい、はい、それでスピードもありましたし、それで178センチの割にあのヘディングも強かったと、それでまあ右サイドやったり、あそこにもありますけど、あの両サイドバックやったり、うん、中盤センターもやってましたけどね、はい、旧タイプのストッパーじゃないよね、やっぱ彼も今に近いかな、はい、はい、ただね、やっぱりどうしてもさっき今センターバックというかあのディフェンスラインのそのね役割が変わってきちゃったので、うん、その当時そんなにねあのフィードっていうもの求められてないじゃないですか、うん、はいはい、その辺がねやっぱガブリエルとの差じゃないですかね、うん、はい、うん、ね、俺というよりはあの本当に、ナイスガイ、はい、私も練習場に行った時に、うん、本当にあの気軽にあの我々に声かけてきたみたいな感じの選手だったですから、はいはい、うん、人もいいなっていう ね西川君と仲いいんだよね確かね、ああ、うん、はい、ね、うん、あのアーセナルに研修に ね1年間行ってましたからね、うん、西川さんね、今シンガポール代表の、あ、そうだね、はい、監督を務めてますけれども、うん、はい、ちなみにあの
コロテレもちろんね弟はややテレということになるんですけど、はいはい、あれどこで今コロテレどっかの監督になりましたね。監督になってそれですぐ飛ばされた。ああのなんかレスターのずっとコーチいたじゃないですか。そうそう、2ヶ月ね勝てなくて、うん、それでどっか解任したらちょっと、うんうん、それであとはねガブリエル今利き足左手出てますけど、はい、20年前ね利き足左のセンターバックなんてほとんどいなかったと思うよ。大体、うんうん、みんな右だったし、左サイドバックでたまに左利きがいるっていうぐらいで、うん、はい、だからねそれもやっぱり時代の、ね、違いを感じますね。そうそう、はい、今ね左利きのセンターバックはね、はい、あのワールドカップでも、はい、グバルディオルか、そうですね、話題になりました、はい、クロアチア代表ですけども、あれアーセナル新しく取った選手、なんだっけな、ギビオールも左利きなんですよね。そうですね、確かね、はい、まだこれからというところでしょうけれども、うん、そういね、190あってブラジル代表で左利きのセンターバックでっていう、まあ、彼もまだこれから、ね、あの契約も延長したわけですし、はいはい、楽しみですね。そうですね、でも最初さこの辺りを取った時にさ、うん、結構みんなさ懐疑的だったじゃない、ね、サリバにしてもさ、はい、でも今見るとねやっぱりアルテタとエドゥの、ね、うん、やっぱ眼力は正しかったってことでね、はい、そうですね、うん、でサリバはねあのフランスに修行に行って結果を残して戻ってきてということになりましたね、はいはい、うん、ずっとフランスにいた時もずっと全試合か、うん、アーサーの試合モニタリングしてたって言ってたもんね、うん、だから絶対に戻って、うんうん、活躍してやろうと思ってたんじゃない、はい、うん、さあ続いては右サイドバックに行きますけれども、今はベン・ホワイト、当時はローレンでした、まあ、ゆくゆく本人は僕の名前はラウレンですというふうに言ったので話題になりましたけど、日本ではローレンで知られていました、はい、ここはですね粘り強さだったらローレンじゃないですかね、右サイドバックに求められる ね、ローレンは本当に右サイドバックだったと思うんですよ、はいはい、でベン・ホワイトはまあセンターバックじゃないですか。そうですね、だからこのなんかどうしても、まあ、冨安選手も代表では、はいはい、センターバックですし、ね、はいはい、まあ、純粋な右サイドバック、うん、まあ、セドリックが移籍しましたから、はい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 、ちょっとそういうタイプの選手がアーサナルにいなくなりましたね。いなくなったですね、うん、でラーレン・メイヤー地味だったんですけど、うん、その与えられた任務に関しては忠実で、うん、はい、彼のサイドが簡単に破れるってことはまずまずなかったですね、うんうん、で今のようにチームが全体が連携してっていうわけじゃなくて、はい、ホワイトサイドバック、センターバック、まあ、そうなんですけど割とデュエル1対1の場面が多かったんですけど、うん、当時はね、はい、それでもやっぱり、うん、粘り強く守ってましたね、うん、はい、うん、さあそして逆サイド左サイドバックですけれども、今は、まあ、ジンチェンコが主にやって、まあ、偽サイドバック的な形かもしれませんが、はいはい、当時はアシュリー・コール、まあ、このあとチェルシーに移籍をして、まあ、ちょっとキャシュリー・コールなども、ね、うん、言われてちょっとアーセナルのレジェンド感がちょっと薄まってしまったのはあるんですけれども、まあ、ただ素晴らしい選手ですね。まあこれはねアシュリーコール、ね、見たことないっていう方には申し訳ないというか、なんだってなっちゃうかもしれないけど、まあちょっと、うん、まだジェンチェンコはアシュリーコールには全然及ばないと思うけどな。あやっぱりそのまずねディフェンスの1対1の強さっていうのはアシュリーコールあったし、はい、うん、まあスピードがものすごい速かったですね、はい、うん、はい、こうね徒競走とか走りっ子を求めるウイングとか旧タイプのいるじゃない、はい、うん、絶対負けなかったし、はい、じゃあその柔軟性やってドリブルでクイックネス使って右左に揺さぶるっていうのにも別に弱いわけでもなく、はいはい、で前ボールになった時は高い位置取れて、うん、で何回もアップダウン繰り返して精度の高いクロスを入れてましたから、ね、左サイドバックっていうとどうしてもそのフリーキックのイメージがあるのかもしれないんですけど、ロベルト・カルロス、ね、世界最高の左サイドバック、はい、レフトバックでやる人多いんですけど、ね、ディフェンスなのでまず守りでしょ、うん、はい、ディフェンス能力含めて総合力だったら、うん、はい、僕はアシュリー・コールなんだよね、うん、歴代随一の左サイドバックって、はい、うん、そうですね、ぐらいの選手ですよ、そうですよね、はい、うん、思うんですけど、まあ、当時はまだ偽サイドバック的な言葉もなかった、うん、そういうプレーもやってないじゃないですか、はいはい、ただおそらく今の時代にいたらできるんじゃないかと思います、ね、できるでしょうね、はい、うん、ね、大外のレーンを使うだけだったんですけど、はい、ね、20年前インナーラップってことがないですし、うん、ファイブレーンもなかったし、はい、だからそういうことやってないんですけど、おそらくできたでしょうね、はい、そうですね、うん、さあそれでは中盤に行きたいというふうに思いますけれども、まあ、中盤のアンカーというところ、まあ、当時、まあ2枚並んでた格好ではありましたが、若干まあ後ろめになったのがジューベとシューバ、ここ、ね、でもエドゥも結構使われてたんで今のそうですね、はい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 、ダイレクターの、うん、まあまあ、ジューベとシューバの方を挙げますけれども、でトーマス・パーティーとの比較ということになりますね。ここはねイメージとしてはやっぱジューベとシューバはかなり頑丈だったなと思うんです、うんうん、
パーティー割と怪我とかでね、戦列離れるケース多かったですけど、はい、まあ、もちろんプレー強度もね、今と違うんでしょうけど、うんうん、ジーベット・シーバーが、うんうん、そんなになんだろう長いこと戦列を離れたイメージがないんですよ ね、うん、ね、意外とジーベット・シーバーは今いても面白かったのかなっていうぐらいの、安定感というか、そうですね、はい、ね、どっしり構えて ね、 そうですね、加瀬さん、そういう意味では、うん、その今トーマスの代わりのジョルジーニはちょっとタイプが違うという話をさっきしたじゃないですか。でこの時ジーベット・シーバーは、うん、代わりがエドゥーがいたじゃないですか。ビエラもがっつりいけるプレイヤーですから、はいはいはい、まあ、3人でうまく回せたみたいなところは、 そうですね、だその守備的なミッドフィルダーと言われる選手たちの層で言ったら、はいはい、うん、03、04の方が厚かったのかなっていう気はしますよ ね、 うん、だからおそらくそこね、おそらく取ろうとはしていたんでしょうけど、うん、はい、なかなかねうまくいかなかったし、解説、ね、うん、はい、解説ちょうどアーサナルとの関係あんまり良くないみたいね、あれ、あの一件で、だから解説の話になっちゃいますけど、はい、解説1月エージェント変えたでしょ、うん、あのエージェント評判悪いな、あ、やっぱそうなんです、ね、すごい悪いねあれ、うん、俺やろうかとか言って思ってねえやでも本当解説がまた入ってきて、うん、ジョルジーニョ見てたら本当に、ね、その層は、はい、その高く、ね、高くなったと、まあ、狙ってたでしょうからね、はい、うん、またトーマスの、ね、ちょっと怪我というところも、はいはい、うん、ただこの怪我が、ね、先ほど加瀬さん怪我っていうちょっと心配の話がありましたけど、うん、はい、まあ、怪我というところも除けば本当にいい選手ですね、いい選手ですよ、はい、はい、まあ、買いが効かないと言いましょうか、はい、うん、そうです、それでグッと守れるし、うん、相手剥がして決定的なパスも出せますから、はい、いい選手なんですよね、うん、そうですね、まあ、そして、まあ、その今ちょっとまあ横並びというのは若干前に行ってますけども、ジャカ、まあ、その比べるとなると、まあ、当時のキャプテンですけれども今、クリスタルパレスで監督を務めていますパトリック・ビエラということになります。まあ、この2人の共通点は、喧嘩好きですね、はい、ビエラもそうでした、はい、いい風に表現すると、うん、闘争本能が前面に出すぎるということですね、はいはい、ただやっぱりそういう選手は絶対必要なので、うん、はい、あのどうなんでしょう、あんまりジャカは今シーズンちょっとプレーエリアが前になって、はい、その攻撃性っていうのが解き放たれた感じしますもんね、はい、それでビエラもひょっとするとそういった攻撃性あったのかもしれないんですが、はい、さっき野村君が言ったフレンチコネクションの前の方にいたので、はい、その辺は自重して割と中盤を、うん、きっちり、支えるというか、はい、中盤で構えるっていうプレーが多かったですからね、ちょっと、うん、プレーの体制の性質が違うんですけども、はい、うん、もうなんていうんですかね、ちょっとこの時代確実にどこのチームにボックスボックスのプレイヤーがいたわけじゃないですか、まあ、例えばチェルシーだったらランパードだったりとか、はい、あのスティーブン・ジェラードがリバプールにいてっていう、はいはい、まあ、そういう、まあ、ビエラも、まあ、ボックスボックスで、はい、まあ、どちらかというと後ろからでここぞっという時に前に出るっていうタイプだと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとまた今そうちょっと死後になりつつあるの で、 そうです、ね、うん、またジャカはどちらかといったら前目になって良くなってっていう、うん、はい、その両方ちょっと後ろ目から後ろから前へってなったところでちょっと引っ掛けられてみたいなところが昨シーズンあって、うん、 そ、 うですね、それをアルテタ嫌って、うん、ちょっともうちょっと前でやろうかみたいなところで、うん、彼の特徴特性にあって今この形でまた進化したっていうところですかね、うん、はいはい、だって30代30代になったよね、なりましたね、なりました、30代になってちょっとまたこうな一皮むけたっていうか、はい、うん、その辺だからね、やっぱりジャカは、うん、アルテータには感謝した方がいいんじゃないですか、うん、あ、2016年からいるのか、もう長いね、長い、そうですね、うん、でキャプテンもね一時期やってましたしね、はい、で加瀬さんは少し前の中継で触れてらっしゃいましたけれども、ビエラといえば、はい、ね、ここのところが胸がテカテカだったっていうのは懐かしいですよね、はいはいはい、あのね、鼻の呼吸を良くするために、はい、要するにそういう薬を塗っていたわけですよ、はい、はい、我々のったら今くしゃみしてますけどね、きっとね、はい、通り過ぎちゃってね鼻炎の人には、ああ向いてんのかな、いや逆にいいんじゃないですか、そうですね、その息をね、うん、しやすくするっていうか、うん、最初なんかいつもここ寝れてるよね、うん、みたいな話題になりましたもんね、うん、で調べたんだよね、はい、そしたらああそうだったんだって、はい、ね、うん、そういうちょっと小ネタも懐かしいですね、うん、ではもう一人の中盤のプレイヤーいきましょうか、あ、ここ、まあ、位置的にねちょっとシステムが違うんでというのはありますけども、こうなるんだな、ウーデゴールはベルカンプどうかっていうことになるんですね。まあ2人ともアーティストですよね。うん、どうなんだ、ゲーム、あ、でもね難しいね、うん。トラップの技術はベルカンプだろうな。ボールコントロールの技術は後ろから、ね、後ろから来ようが、はい、真横から次の来ようが、ベルカンプかみたいなところありましたもんね、はい、うん。やっぱオランダ人うまいよ。ナイス、ナイスね。もうこの頃もう円熟みみたいなところがあって、0304の時にはもう
もうすでにベルカンプは、はい、でウーデゴールはまだ若手で、そうですね、これからじゃないですか、うん、はいはい、この伸びしろがどうなるかで、ね、結構長く、うん、やっぱ長くアーセナルにいたいっていう話をしてますから、はい、うん、キャプテンですし、でね、もう、マドリーに戻るつもり全くないみたいなので、うん、そう長くそのキャプテン務めて、ね、はい、アーセナルをもっともっと高めに持ってってほしいし、まあ、実質今シーズンが初のフル稼働みたいになるでしょうから、はいはい、今シーズンを契機にね、うん、本当にゆくゆくはバロンドール取れそうなタイプでもあるので、はい、ハーランとともに、うん、ね、このノルウェー代表もね、はいはい、今後ユーロとかワールドカップ、うん、そのホットラインでも楽しみですよね。でベルカンプはアーセナル来る前確かインテルにいたと思うんですけど、はい、その時インテル派閥がすごくて、もうほぼほぼやる気なかったんですよ、うん、それでね、ベルカン、アーセナル、ベンゲルさんの軽減があって、うん、呼んでもらって、そこでね彼の良さ、うん、出ましたし、やっぱりベルカンプとアンリの2人って、はい、芸術的でもあったし、なおかつ相手ボールになった時の備えが、はい、ねガチガチはいかないんだけど、はい、まあ、ピレスも含めてね、はい、悪いの、ずる賢いの、はい、そうすれば相手を送れるよねって、それで、はい、イエローにならない程度のファウルで止めちゃうっていうね、うん、その辺のうまさがありましたよ、はい、うん、ね、ベルカンプに関しては彼のプレー集みたいなのがありますので、はい、ね、ぜひご覧いただきたいですよね、はい、うん、ね、ベルカンプこう、ね、歴代ベストイレブンとかで、ね、入れたいんだよな、そうです、ね、でなんとなく外れちゃうんだよな、いつも。また、ね、うん、この面白いのがこの天才が飛行機に乗れないっていうのが、そう、ね、ま、そういうところがあって、はい、うん、ね、ヨーロッパのアウェーゲームはちょっと遠いところが難しくて、はいはい、自分で車で行ったみたいな、ね、うん、はいはい、話を聞きますけど、ね、親友の方を、ね、飛行機事故で亡くしてから、うん、その後トラウマじゃないけどちょっと精神的にきつくなって、うん、飛行機ないっていう、ね、ことで、うん、アウェーゲーム、うん、車で先乗りしたり、あるいは休場したりしたんですけど、うん、まあ、そういう精神状況を、まあ、揶揄した記事とか、はい、ちゃんととかもあったのでね、うん、その昔ね、本当にふざけるなと思いましたけど ね、はい、ね、本当にそういうことだけはやめていただきたいですね、うん、はい、はい、うん、では前の方に行きますが、はい、まず右ですね、今ね、サッカーが先ほどね、はい、覚醒の判断という話がありましたけれども、はいはいはい、うん、サッカー、そして右はユングベリ、まあ、日本にも清水にも来ましたけれども、まあこの頃はもう、まあ、話題絶好調で、それこそ日本で流れていたのは小野伸二選手と地下鉄でちょっとパスね、やり合いながらっていう、あれナイキだったかな、ナイキかな、うん、CM で話題にもなりましたけれども、うん、でちょっと髪の色とかも話題にもなってました。まあ人気あった、ありました、ね、アンリやピレスより人気あったと思う、練習で行くと、うん、みんなフレディーフレディーっつって、それで絶対サインとか写真とか断らないじゃないこの人だから、ね、その辺で、うん、非常に、その人柄も愛されてましたし、うんうん、割とこうアーティスティックな中に一人この泥臭いタイプのがいたので、はいはい、いいアクセントになってましたよね、はい、ね、で坂はさっき言ったように、覚醒の感がかなりあって、うん、はいはい、さっきウデゴはバロンドール候補だって言いましたが、サカもバロンドール候補になってくると思います ね、 うすね、はい、もう前向かせたら多分止めるのは難しくなってきました、うん、はい、それで相手を背負ってもうキープできておりますので、はい、今ちょっと止めるの難しいですよね、うん、本当ファールぐらいしかないかなっていう感じの領域になってきて、はい、はい、大げさじゃなくてちょっとさらなる領域に近づいてきたなと思うので、はい、非常に面白いですね、はい、それでいてまだ21という、はい、若い選手多いですね、やっぱ伸びしろがね、だからアーセナル楽しみなんですよ、ね、だからやっぱりアルテタとディレクターのエドゥは選手を見る目があるんですよ、はい、では右はこの2人でしたけども、で左に行きましょう、ここやっぱりどっちかに軍配あげろって言われたら佐賀だね今ね、佐賀ですか、うん、では次左に行きますが、こちらこの03-04シーズンはちょっと左に寄ると言いましょうか、アンリも左に流れてきたので、フレンチコネクションでアンリとピレスという、そうですね、はい、まあ、そのコネクションがありました、はいはいはい、そこに足ゴールも絡んでみたいなところだったんですけれども、今は左はマルティネッリ、はい、まあ、タイプは違いますか、ね、マルティネッリはウイングストライカーみたいな感じですよね、はい、左でカットインしてって右でシュートを打つと、でロバエル・ピレスは、左サイドにいる10番みたいな感じで、ね、はい、非常に流麗な優美なテクニックを持っていて、うん、でさっきも言ったように相手ボールになった時にずる賢くて、はい、パスの精度はおそらくマルティネリよりピレスですが、うん、シュート力だったらやっぱりマルティネリに軍配、はい、上がるでしょうね、はい、そう見るとすげえな、20年前もすごいですよね、もうピレスのなんていうんですかね、
あの今三笘選手のドリブルが話題になりますけれども、はい、ピレスもこうボールが足につきついてると言いましょうか、はいはい、つきながら前に持ってっている感じがしましたもんね。でピレスは割とインサイド使ってなかった。あ、使ってました。インサイド使ってました。インサイドで持ってました。三笘君アウトだよね、はい、そうですね、うん、確かにインサイドで持ってってる感じありますね。なんか懐に入れてみたいな運んでいくような感じのイメージだったですかね。アウトで運ぶからね、なんかいろいろ難しいって。今度はもうちょっとちゃんと決算聞いてくるね。この前なんか適当に聞いてたから187もあったペース。あ、そうだから、ね、そういうちょっとなんていうんですかね、ちょっと細いイメージもありますし、あれかやっぱりあれだ、ビエラなんかと一緒に。あ、ビエラ、まあそう、大きかったですからね。存在感もすごかったですね。でもね、ジムシームとかキャンベルもみんな大きいじゃん、うんうん、はあ、それを考えるとマルギナリティ大きく見えますよね、もっと、ね、っね、もっとなんか存在感は結構こう、うん、俯瞰で、うん、ね、テレビ画面で見るとなんか大きい感じがしますよね。マテリはあれだね、うん、今ちょっと疲れてるからね、うん、まあ、彼もね、実質1年目だから、うん、はい、うん、厳しいでしょう、はい、元祖ロナウドといいましょうか、はいはいはい、まあ、日韓のワールドカップの大五郎カットの、はいはい、ブラジル元代表のロナウドですけど、はいはい、彼が言ってたのは、次回のワールドカップは主役の一人になるんじゃないかっていうことは、ロナウドが対抗してましたから、はい、まあ、ブラジルは、あれですよ、いつの世もタレントの宝庫ですよ、はい、ブラジル国内でタレント不足だっていう時あるじゃない、はい、出てきたらさ、たくさんいいじゃんっていうのがさブラジルの人と他の国の人と目線っていうか、はい、感覚が違うんでしょうけど、はい、すごいすごい、そうですね、うん、では続いてもう最後のプレイヤーになりますがまあこの今ちょっとジェズスが欠場しているので、はい、エンディティアが本当に穴を埋めてやってますけども、はい、ここジェズスがもともとレギュラーですから、はいはいはい、ガブリエル・ジェズス、はい、そしてやはり当時ティエリー・アンリー、はい、ということになりますけれども、はい、まあ、アシストもしたし、まあ、得点王にも何度も輝いてます、はい、うん、まあ戦略的、はい、戦術的理解度したら多分ジェズスですよ、うんうん、それは、まあ、20年前違う、もちろん違うのはあるけど、うん、やっぱりペップの下でやってきて、うん、それでアルテタも要するにペップ門下生だから、はい、そのアルテタのやりたいこと、うん、そのやりたいフットボールに、うん、即ハマったのはやっぱりジーズスとジンチェンコじゃない、はい、うん、その辺のやっぱ2人を、ね、取った時でも今シーズン大きかったと思いますし、はい、今怪我してますが、そんなに大きくないんですけど、うん、ディフェンダー背負っても、うん、ビクトもしないですし、はいはい、やっぱりシティの時と違ってアーセナルは出場機会が多いですから、はい、出場機会ボールに触れる回数も増えるじゃん、うん、はい、そうするとコンディション上がるタイプみたいなね、はい、うん、非常に、うん、いいシーズンを送ってます。3月の頭には戻ってこられると思いますので、はいはい、ね、もうちょっとアーセナルファンの話もしましょう、うん、はい、まあ、アンリはまあスペシャルですよ、うん、左サイドにスライドのロビンというけど、はい、左サイドに偏っていくプレー、うん、多かったですけど、うん、はい、まあ、スピードでも抜けますし、うん、テクニックでも抜けますし、はい、それで相手がきつくガツンとファールクラブで当たってきたらもうだからふわりとかわすしとかね、はい、いろんなことができましたね、うん、はい、もうあれじゃないですか、レジェンド中のレジェンドじゃないですか、はい、アーセナルの中では、はい、まあね、今コーチ修行してますが、ね、いずれ戻ってきて、ね、アーセナルの監督をなんてなるとそれはもう胸熱なんでしょうけど、うん、どうかな、ベルギーの監督にもならなかったしね、そうですね、うん、特別な人、はい、うん、早い、はい、強い、うん、うまい、柔軟性ある、うん、高い、それから悪い、全部できた。だからそのアンリっていうとどうしてもその華麗なイメージになるんですけど、はい、別にね、喧嘩嫌いじゃなかったし、うん、やるときはやるぞってなったし、はいはい、非常にいろんな意味でクレバーな、うんうん、そうですね、それでクレバーでありエレガントっていう選手でしたね、はいはい、まあ、この時代の、まあ、ハイライト集見たらもうたくさん入ってますね、はい、そうですね、はい、もういろいろな種類のいろんなタイプのプレーが、はい、そうですね、はい、集まってますので、そういったものをご覧になるのも面白いかと思います、はい、ということでざっとでありましたけれども、今シーズンと、はい、そして、03-04 シーズンとということでメンバー比べてきましたけれども、まあね、各チームこうやって比べてみるのも面白いですし、まあ、それぞれの良さもあるじゃないですか、はい、じゃあやりましょう両チーム、はい、そうですね、はいはい、どこを基準にするかっていうのはね、はい、またそれによっても違う、まあ、特にユナイテッドなんか歴史がいろいろあるので、いや、それはあれですよ、サー・アレックスが史上最強って言った時と比べますよ、今と比べていいのか、まあ、そう、もうちょっと経ってからその方がいいかもしれないですね、うん、はい、
どうですか、こう改めてこういった企画でしたけども、勝谷さん。いや、アーセナルの今と、あとそれから無敵の無敗選手たちの時は振り返れたので、楽しかったですね。はい、うん、でも我々すごく見ていた時代でもありますので、でね、はい、なんですかね、ちょっと昔話が面白いですね。そうですね、はい、だからどうなんだろう、若い方々はこういう話をどういう感じで聞くんですかね。まあどうなんでしょう、あんまり他で見られない企画かもしれないから、はい、歓迎していただけるかもしれないし、はい、古い話ばっかりしてんじゃねえかって思えるかもしれないし、はい、まあそれは人それぞれじゃないですか。そうですよね、やめませんよ。でも昔はそのなんて言うんですかね、逆にさらに昔の映像を持ってくの結構大変だったじゃないですか。でも今は昔の映像を何でもすぐに手に入るというか、う、ね、見られる環境にあるので、うん、そういう意味ではね、多分名前検索すればすぐに出てくるでしょうし、うん、そうですね、はい、ね、DVD 集みたいなのもいっぱい出てるでしょうから、うん、まあ、そういう意味ではいろいろと比較をね、ああこういうチームだったんだみたいなのをね、見ると面白いんじゃないかなっていう、はい、なんか加瀬秀樹解説コメント集みたいなのあるもんな。ああ、はい、誰が編集してるそうですよね、うん、ですね、ということで何か大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、さあそして、今週末ですけれども、はい、加瀬さん、私とご一緒させていた、すいません、3回ご一緒できなかったじゃないですか、はいはい、あのダゾーンでリーグカップでフェイカップとか、あの今週末は、はい、確かマンチェスターユナイテッド対レスターをスポットTV ナウでご視聴じゃないですか。違います、あれ違う、あれ、じゃあその次の週か。いいえ、その通りです。一緒でご一緒ですよね。はい、そうです、はい、なのでユナイテッド戦を、あと僕もう一つはまたチェルシーです。あ、そちらはアベマの方ですか。はい、チェルシーサウサンプト、はい、テレビ朝日の斉藤アナウンサー、おー、はい、なんだっけ、ワイドスクランブル見てる方と一緒なので、はい、斉藤君、斉藤アナウンサーをきっかけに、ワイドスクランブル出場を目指します、ね、目指さねえよ。おかしいでしょ、俺がコメンタリーの席に。いや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 、絵になりますよ。そう、じゃあ出ようかな、はい、出ようかなって。でサウサンプトンもね、もう早かったですね、監督会に、まあ、ルートンから引き抜いてっていうのはありましたけども、それでマーシュに断られちゃったでしょ、うん、ね、あのリーズ、はい、なんか半年じゃ嫌だって。あ、まあそれはそうだよな。そのほか加瀬さん何か報告ありますか。はないですよ。だから毎週水曜と、はい、金曜に J スポーツさんでオンゴール、はい、ファインゴール、オンゴール、ファインゴール、うん、あのコラム、はい、うん、連載してますけど、うん、水曜日も出てますけど、うん、チェルシーちょっといくらなんでも金使いすぎじゃないっていうのと、あ、はい、あと金曜日はまだこの段階で決めてませんが、はい、バルセロナユナイテッド戦書くかもしれない、書いてるかもしれない、はい、うん、か、なんでこんなに、帳簿をごまかしたのかもしれないし、はい、はい、でもシティもう少し調べてからだな、です、はい、そして今週末は J リーグが開幕を、はい、30周年ということになりますので、はい、私開幕節は横浜 FC 対名古屋、もうすでにゲーム終わっているので、はい、また見逃し配信でご覧いただけたらと思います。またいろいろこう海外サッカーがいろんな局といいましょうか、媒体でやるようになりまして、はい、私この直後に、スカパーでブンデスリーガボーフムみたいフライブルク担当するんですけど、ちょっと待って、今日配信の直後、配信の直後、配信の直後、はい、土曜日ですね、はい、でそのゲームはまたアベマでもやって、またそこはまた別で実況解説つけてみたいなのもあるようなので、でセリエもね、はい、今度はスポティービーナウでもやるようになってって、はい、こうで皆さんからすると一つにまとめてくれたらいいのになとか、うん、ね、あると思いますけども、またこの権利関係はなかなか難しいところで、だからそのうちチャンピオンがアベマさんとかスポーティービーさんとかね、分からないどうなるか、そのまた、まあ、大体3年とか2年とかで契約なんですけど、ね、うん、まあ、我々もまたそれに応じて、まあ、旅人のようにいろいろと、そうなるとこれこれもちょっとね、よろしくお願いします。いっぱい視聴者の方増えれば増えるほど、はい、そのあたりが、はい、我々にも歓迎されるかもしれません、はいはい、何でもやらせていただきます。よろしくお願いします。ということで、またよろしいような感じでよろしいですか。はい、はい、ということで、今週はアーセナルちょっと、インビシブルズとの比較も含めてお届けをしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。それではまた来週です。受験生の諸君、あ、そう、受験生。リラックスするときはリラックスしよう。はい、じゃあね。